リーラジョゼフォビッツ、または、ジョゼフォビッチは、ニューヨーク在住のユダヤ系カナダ人バイオリニスト。父は、物理学者のジャック・ジョゼフォビッツ。母は、生物学者のワェンディ・ジョゼフォビッツ。オンタリオ州ミシサガに、ポーランド系イギリス人の家庭に生まれる。両親ともに、ユダヤ人であり、幼児期に家族と共に、カリフォルニア州に移り、3歳半から、 鈴木メソードを交えたバイオリン教育を受ける。13歳で、フィラデルフィアに移り、カーティス音楽院に入学。フェリックス・ガリマー、ヤッシャ・ブロツキー、ジョーゼフ・ディンゴールド、ハイメラ・ラレードに指示。10代で、フィラデルフィア管弦楽団、クリーブランド管弦楽団、ロサンジェルス・フィル・ハーモニー管弦楽団、ヒューストン交響楽団、シカゴ交響楽団、モントリオール交響楽団、 トロント公共楽団と共演する。1994年にネビル・マリナー式のアカデミー、室内還元楽団と共に、チャイコフスキーの競争曲を演奏して、カーネギーホールにデビューを果たす。同年、フィリップスと契約を結び、チャイコフスキーとシュベリウスの競争曲を録音した。ソリストとして、北米、欧州、日本、中国、豪州での演奏旅行に多忙な日々を送る。 1993年から1994年まで、ストラディバリ教会より対応されたストラディバリウス、ルビーを用いていたが、現在は、ハーバート・アクセルロットより対応された1739年製の、ガルネリウス・デルジェズー、エーベルゾルトを愛用している。上記のデビューアルバムでは、両方の楽器が使われており、音色の聴き比べを楽しめる。ありがとうございます。